攻守の方向を入れ替わりまして、翔英今度はメインスタンドから見て左から右に攻める形に変わります。ボールの位置も先ほどの状況が引き継がれています。従いまして翔英相手陣7ヤードからサードダウン2ゴールで試合再開です。失礼しました。相手陣4ヤードからの試合再開です。翔英サードダウン2ゴール残り4ヤード。タッチアウト。この距離を翔英ランプレーで突破しました。ランニングバック33番ハンドオフ託されまして右オフタックル付近を突破し攻撃一気にエンドゾーン突っ切ってタッチアウト。翔英ブリザーズ6点獲得となっています。タッチダウンを決めましたのは、33番の水口でした。翔英ドライフォーポイント このキックも決まりまして1点追加です。翔英ブレザーズ34点トライスターズ0点となりました。翔英ここもチャンスをものにしましてタッチダウンとしています。先ほど得点を挙げました翔英のキックオフで試合再開となります。トライサーズこの低いキックを手前側のブロッカーがキャッチし損ねました。ロストしないために確保しましてまず自分たちの攻撃を確保しています。トライサーズ自陣31ヤードからの攻撃に入ります。ここは先ほどのキックオフのキックリターンの判断を誤ったことに対してのリカバリーといったところになるでしょう。トライサーズ自陣31ヤードから失礼しました30ヤードからのファーストアンテン。クォーターバック21番オプションプレーを展開しようと左に展開しましたがディフェンス殺到し残念ながら約2ヤードのロスになっています。先ほどのプレー翔英ブレイザーズのディフェンスによりトライスターズ3ヤードロス。翔英ディフェンスも波に乗っているようです。ダンプレーを押し返しております。トライスターズセカンドダウン12ここでイエローフラグ反則が発生しています。審判団からフィールド内に黄色いウエスが投げ込まれますとイエローフラグ反則発生を意味します。この反則は果たしてどちらにあったかまもなくコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート不正なスタートを切ったという反則です。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。先ほどはラインマンが早く動きました。5ヤード抜体となります。従いましてトライサーズセカンドダウン17で試合再開です。さあ厳しい状況ですが突破なるでしょうか。ここで中央へのランプレーを試みました。ランニングバック5番の突破力に期待しましたがこれを翔英97番がタックルしましてロスに変えています。
見事ソロタックルを決めましたのは松永97番の天馬、近畿大学出身のプレイヤーです。トライスターズサードダウン19の状況に変わっています。さあ、なんとか打開を試みていただきたいところです。厳しい状況ではありますが、どのような策を講じるでしょうか。ここでダイブプレーを敢行しました。フルバックの5番に再び託しまして、中央突破を試みます。ゲインはしましたが、しかしフォースダウンに変わります。キャリア5番は石塚でした。大阪電気通信大学出身のプレイヤーです。トライスターズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。このパントは松永のプレッシャーからか大きなパントにはならず、ハーフウェイ付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。ボールはハーフウェイにまで押し返される形になりましたが、この位置から松永の攻撃に入ります。松永ハーフウェイからファーストダウン10、ナイスラン、ファースタン。ランニング枠14番、クォーターバック2番とすれ違い邪魔に右オープンのランプレー。カウンターになる形で右オープン独走しまして攻撃権更新となっています。松永ブレザーズファースタン。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。見事なランを決めましたのはランニング枠14番の橋本でした。滋賀大学出身のルーキーです。試合再開です。松永相手陣33ヤードからファーストダウン10。松永ここでジェットモーションスイープを展開しました。モーションしてきた4番にハンドオフしまして右オープンを突き、約4ヤードから5ヤードのゲインに変えています。託されましたのは5番の辻井でした。近畿大学出身です。5ヤードのゲイン、勝山松永ブレザーズセカンドダウン。松永セカンドダウン5、ボールオンは相手陣10、28ヤード。パス不成功。クォーターバック2番、ここでランプレーをフェイクにしたプレーアクションパスを投じました。相手を引きつけてからのパスでしたが、レシーバーこれをカバーされておりまして、パス不成功となっています。前パス失敗ですので次の攻撃に変わります。松永サードダウン5、
パス成功。さらに行きます。タッチダウン。翔英、ここでスクリーンパスを投じました。スクリーンパスはロングパスに見せかけ、ディフェンスを中に入れてから手前にいるランニング枠にパスを通し、ブロッカーをつけたキャッチアンドランのデザインプレーです。これが見事に決まりまして、32番中央を突破。そのまま一気に相手ディフェンスを振り切りまして、エンドゾーンタッチダウンです。見事タッチダウンを決めました。ランニングバックは32番の野田です。近畿大学出身。そしてこのキック決まりまして、1点追加。昌栄ブレザーズ41点、トライサーズ0点となりました。今季好調の翔英、着実にそのチャンスをすべて得点に結びつけていって、試合を大きく自分たちの方に引き寄せていっております。このキック低いバウンドになりまして、確保難しい状況でしたが、なんとかトライスターズ抑えることには成功しました。トライスターズ自陣26ヤードからの攻撃に変わります。トライスターズ自陣25ヤードからファーストダウン10。まず最初のプレー、ランニング枠にトスをしまして左オープンをつかせました。しかしここに翔英のディフェンス陣が殺到しまして、このランプレーむしろ1ヤードロスに変わっております。トライスターズセカンドダウン11、ボールオンは自陣24ヤード。パス不成功。クォーターバック21番プレイアクションから右に展開しておりましたワイドレシーバーにパスを投じました。相手の裏をつかんとするプレーですが、しかし不成功となっています。トライスターズサードダウンの攻撃に入ります。ここでホイッスル。チームタイムアウト。トライスターズ前半1回目。トライスターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。ここでトライスターズ前半1回目のタイムアウトの要求。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。トライスターズ今の状況を火炎と作戦を組むためにここで一旦タイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様や個人の方々のご寄付によりまして、この企画は成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。こちらの方をご覧いただきまして、企画ご同意可能な方
企画ございましたら、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。実際に配信しておりますのはほぼ全てボランティアで行っておりますので、その質に関しては残念ながら至らない点は多々あるかもしれませんが、できる限りそのご期待に応えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ、タイムアウト解けまして試合再開となります。トライサーズサードダウン11、どのようなプレーを展開するでしょうか。クォーターバック21番、プレーアクションからパスを投じようと構えましたが、これを翔英ディフェンス陣98番を中心に殺到しました。あわや QB サックという危険がありましたが、なんとかそれは回避しましたものの、大きく後退する形でフォースダウンに変わります。ここは翔英のディフェンス勝ちといった感じが出したプレーでした。トライサーズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。翔英リターンに入る。ここでホイッスル。先ほどスリップした際にそこで膝をついた段階でプレー終了となりました。しかし翔英相手陣に入ったところからの攻撃となります。翔英相手陣45ヤードからファーストダウン10。さあ、まずトス、ランニングバックにトスをして右オープンをつかせました。味方ブロッカーも非常にいいブロックを決めまして、約4ヤードから5ヤードのゲインとなっています。しかしトライスターズも果敢なディフェンスを見せまして、相手のダンプレーを阻止にかかっております。翔英セカンダウン5。ナイスラン、ファースラン。ランニングバック29番、ハンドオフから右オープン展開を図りまして、相手ディフェンスを弾き飛ばすように果敢に突破しまして攻撃権更新です。翔英ブレザーズファースラン、力強いランプレーを見せましたな。翔英29番の柏原でした。近畿大学出身。しかしトライスターズも17番ヘルメットが飛びながらもタックルするなど、気迫あふれるプレーを見せております。翔英相手陣21ヤードからファーストダウン10。ここもランプレーを投入します。後ろにいたランニング枠にハンドオフしまして中央突破、キャリア32番、勢いに乗りまして約8ヤードのゲインを取っています。キャリア32番は野田、近畿大学出身。翔英セカンドダウン2、ボールオン相手陣12ヤード。
ショーエーファースター、ここも中央へのランプレーです。ランニーバック33番にハンドオフしまして、相手タックル受けながら33番攻撃権更新としました。ショーエーファースター、ショーエーブレーザー前半1回目、ここでショーエーが前半1回目のタイムアウトを取りました。前半1回目、前半終了まで残り1分54秒です。ここでショーエーブレーザーズ前半1回目のチームタイムアウトの要求。ショーエー相手陣に攻め入ったところで状況をリセットする意味でしょうか、タイムアウトを取りました。前半戦も残り2分を切ったところでありますが、ショーエーが現在トライサーズ陣に攻め入った形になっておりまして、ここでタイムアウトを取っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。タイムアウトを解けまして試合再開です。ショーエー相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールの状況で試合再開となります。タイムアウト解けまして、ショーエーブレーザーズ敵陣9ヤードよりファーストダウン10、パス成功、タッチダウン。ここでショーエーはパスプレーを投入しました。クォーターバック2番、右にいましたワイドレシーバー17番にクイックパス、17番これを取りまして、そのまま一気にエンドゾーンを流れ込んでタッチダウン。ショーエータッチダウンパスで6点追加となりました。見事このパスをキャッチしタッチダウンとしましたのはショーエーブリザーズ17番の安藤、早稲田大学出身のプレーヤーです。ショーエー、トライフォーポイント。このキック決まりまして1点追加です。ショーエーブラザーズ48点、トライスターズ0点となりました。ショーエーブレーザーズさらに7点を追加。ショーエー着実に得点重ねまして前半で7本のタッチダウンを上げる形になっております。非常に好調に試合を展開しています。低いキックでリターンのタイミングが合いませんでしたが、トライサーズ自陣25ヤードの位置を確保しています。トライサーズ自陣25ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10、トライサーズ自陣25ヤードよりファーストダウン10。ショーエーナイスディフェンス。ここでトライスターズオプションプレーを展開しようとしましたが、これを見計らってショーエー88番が割り込みましてロスタックル、約3ヤードロスを奪っています。見事なタックルを決めましたのはショーエーブザーズ88番の春口、関西学院大学出身のプレイヤーです。
トライスターズセカンドダウン13。今度はランプレーで突破を図りました。キャリア41番の突破力に期待しましたが、しかしここはショーへ譲りません。1ヤードロスを奪っています。トライスターズサードダウン14。トライスターズサードダウン、さあここでトラブル発生している。ターンオーバー、攻守交代です。トライスターズここでダイブプレーを投入しフルバックに突入させましたが、この時にタックルからボールをファンブル落としました。ボールを確保したのは翔英でしたので攻守交代です。攻撃権は翔英に変わりまして翔英の攻撃になります。前半残り時間9秒で翔英攻撃権を得ました。ボールオンは相手陣21ヤード。さあこの9秒で得点なるでしょうか。さあランプレーによってエンドゾーンを狙いましたが、これはトライスターズ食い止めました。33番スティッフアームを使いまして相手を弾き飛ばし、そのままエンドゾーンに入ったというところでしたが、これをかろうじてしのいでおります。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半終了。NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会、前半終了となりまして翔英ブレザーズ48点トライスターズ0点で翔英大きくリードし前半戦終了となります。前半を終えて